スラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。午前11時を過ぎました、はい、TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送をお送りしております。さあここからはゲストコーナー東京よもやま話、うん、今日のゲストはタレントのジョイさんです。はい、お待たせしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しいです。一個確認だけど、はい、ユージじゃないよ。ユージじゃねえよちょっと何面白いいじりかましてくれてるんですか完全言われないでしょ。初めてですよ、そんなの言われたの。初めてリップサービスが過ぎるって。初めてですよ、さすがな。家行ったから。あ、そうそうそう。うち来てるんですよね。それ何年前でしたっけ？結構前ですよ。コロナ前でしょ？で、あの時に本当に綺麗な家でしたよ。DVD 全部こうね。あれまだ結婚して間もない頃。結婚してました？結婚して、多分してたかな。ぐらい。したかしてないかぐらい。あ、奥さんいたか。じゃあ一緒に出てたとしてます。一緒に出てた。グリーンウッド前も。いや、本名で言わなくていいですよ。みんな知らないですよ、俺がグリーンウッドだって。グリーンウッドさんだった。グリーンウッドさん。グリーンウッド前の。じゃあじゃあもう。めちゃくちゃイギリスじゃない。さっき調べた。グリーンウッドさんだ、ね。グリーンウッド前。グリーンウッド前。グリーンウッドさんなんですよ、僕。あ、そうなんですか。グリーンウッドジョセフなんで。あ、そうなんですか。はい。かっこいい、ね。かっこいいんですよ。めちゃくちゃかっこいい。グリーンウッドジョセフ今日のゲスト、グリーンウッドジョセフロクさん、グリーンウッド前のそうです。そっか、はい、結婚してね、はいはい、ラストマンに出てた。ラストマン出てたんですよ。そのびっくりしましたよ、うん、急に殺されちゃって、殺されちゃってドラマ見てたら最初からあれっつって牧野の嫁に言い方牧野の嫁が急に後ろからなんか殴ってきて、話すごい話ですよね怒ってんだ。すぐ連絡しましたよ牧野にお前奥さんがドラマだから殺しちゃったっつって。そうですよ、インフルエンサーになりたかったから。なんかね、トップ目指してたみたいな話、物騒ですよね。ドラマです、刑事ドラマです。物騒ですよね。もちろん家族で見たラストマン。あのドラマですか。いやだからもう本当にもうまさに今夜見ようかなっていうところですよね。見てねえの。まだ見てないまだ見てない。第5話とかだもう結構前です。結構前だからね。そうなんですよ。見てない、そのシーンだけ見た。そのシーンだけ。トータルのストーリー知らないですよ。撮影シーンしか見てない。奥さんが今日出たのよっつって。そうそう、見てっつって。はい、奥さんもなんか可愛い。可愛い、可愛い。奥さん、奥さん可愛い。可愛いね。大人気、奥さん可愛いっすよ。ずっと可愛い、やっぱり。ずっと可愛い。ずっと好き。そうですね。なんかこう外だとね、こう仕事スイッチなんで標準語なんですけど、家だと広島出身なんでずっとジャケジャケジャロジャロ言ってんすよ。あ、そうなの。広島ジャケジャケなの。そうなんです。方言が可愛いんですよね。そうなの。そう、もう結婚してな三四年ぐらいですか。もう四年ですね。ね。はい、娘も2歳半で。娘さんもじゃあ広島弁。あ、使いますよ。可愛い。何々しよるとか、なんとかジャケとか言うんすよ。お母さんの言葉が映って。映って可愛いね。それも可愛いね。アンパンマンとかの時期でしょ今。アンパンマン好きですね。やっぱね、アンパンマンとか、まあドラえもんまだですかね。もうちょっとだよね。もうちょっとかな。でもその花沢ロケ行った時にやたらとさ、ジョイさんがもう潔癖症で、とにかくもう細かいっていうのをやってたけど、あのスナック菓子洗面所で食わないといけないでしょ。そうなんす。じゃあね、まずだってさ、あれじゃなかった。聞いてるじゃないですか。びっくりって、どういうことですか。それもおかしいし、いやまずお客さんが来たら、あ、そうだそうだ、靴下を変えなきゃいけない。だからそれはさすがにもう直しました俺。あ、もうそれやめた。なんかあのなんだっけ、おもてなし用の靴下みたいな、これに履き替えてください靴下とか。はい、どういうの。それは嫌だよ、人が不潔みたいに思ってる。なんかいや前ユッティさんが遊び来た時ちょっと臭かったんですよ足が。ユッティ？誰と遊んでんの？ユッティと遊んでいいでしょ別に。サッカー好きだからユッティ。そうなんですよ。ちょっと潔癖な部分はあるけど、やっぱこう子供生まれたらそうも言ってられないから、妥協して直してたけどね。ね、では奥さんもやっぱり新婚生活はあれだって大変だったけど、じゃ徐々にやっぱ奥さんに合わせていったりもするでしょ。まあそうですね。でも基本奥さんも綺麗好きなんで、あんま僕のその潔癖の部分にそんなストレスを抱えてこなかったっていうのは、じゃあいいっすね。でかいかもしれないですね。共感してくれるんだ。潔癖とさ、あの DVD のさ、あれあいうえお順みたいにやるのはってまた違うんじゃないの。細かいわ。めちゃくちゃ整理されてたよね。あれは、うん、同じじゃないですか。でも同じなのかな。 DVD ってみんなそう並べないんですか。いやあ行から。だってアイアンマン探すときあ行にあったら分かりやすいじゃないですか。おっしゃるとでしょ。いやまあそう、アイアンマンどこだってなるでしょ。でしょ。まあ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 、あんまりでももう DVD 見ないから。今はね、確かにあの頃まだちょっと、あの頃まだ見てた。4年前ぐらい。最近はサブスクでね見るようになって、僕も手放しましたけど。
あ、手放したの？手放しましたよ。ちゃんと整理した。断捨離したんだ。断捨離、はい。嘘、だいぶスッキリしてる今。そうですね、物減らして。でも、ちゃんと服はこう、もちろん綺麗に。で、靴でしょ？靴。そうですね。靴もちゃんと。靴もこうちゃんとね、うん、そう今もうシューズケースバーッと玄関に積んで一個一個ケースに入れて、うんうん、ちゃんとしまってるんですよ、うん、でも玄関全部に俺シューズケース最初積んでたんです、うんうんうん、50足ぐらい、すごい。そこだけなんか家で唯一自分のスペースもらってこだわりたくて積んでて、で風水見れる人がうちに来た時に、うん、あ玄関でこんな高く物積んじゃダメですよって、あらなんか体以上の高さとかも絶対ダメなんでこれ半分に減らしてください、うん、で半分に減らしたらジョイさんって、うんうん、あの芸能界でこう、うん、なんか派遣が取れるみたいな、うんうん、あれらしいんですよ。天下取れる、天下そう天下取れるタイプなんで、で靴減らしたら、うん、あの多分これどんどん本当仕事舞い込んできますって言われて、うんうんうん、でまあ信じるじゃないですか、うん、減らしたんですよ、うん、そっから1週間オフでしたマジで衝撃の減らしたと同時に減らしたと同時に仕事も減ってんだからびっくりしましたよ。いやいや、そんな絶対天下取んないでしょ。いやいやそれでも結局その後の反動でしょ。だからそっから反動もそんな強くないですね普通でしょ。反動特に感じない。それからかな、決まったちゃくちゃ決まって、このラジオ決まって違う違う、別にそれで決まってないです。靴減らしたの1年前なんでちゃくちゃき先週ぐらいだからオファー。なんかそのあれでしょ、スピリチュアルに結構ハマってるらしいんですよ。スピリチュアル、あじゃあ風水だけじゃなくてダウンタウンデラックスやってたよ結構前ですけどね。確かに、うん、そうですね。なんかクリスタルチューナーってやってる。何それ。なんか俺クリスタルチューナー、え、知らないですか。知らないよ。クリスタルチューナー叩くともう浄化されて天国の扉が開く音が聞こえる。ちょちょちょ、わかんないわかんないクリスタルチューナーを叩くとって何。え、使ってないんですか皆さん。何何何、初めて聞いたのよ。どうやって浄化してるんですか。浄化、何を浄化するの。なんか嫌だな、今日嫌だな、怖いなみたいな日あるじゃないですか。え、空気清浄機じゃなくて。よくないな空気清浄機ビッグカメラの使ってますけど、アルコールとか、ね、音ですよ。今アルコールとかもあるから、こういうシュッシュッって。なんなんじゃダメですよ。ピーンと鳴らさなきゃ。クリスタルチューナー。クリスタルチューナーって そもそも本当なんなの。なんか本当にね、うん、なんか楽器独特な、うん、楽器なのかな、なんか銀の棒、あ、銀の棒があった。銀の棒で、これ、ちょっと待って、銀の棒なの？これ待って、やばいやつゲストみたいになってますね。やばいやつ、銀の棒。やばいやつ。銀の棒でクリスタル叩いて、浄化してるんですよ。え？はい。そう、なんかあるんだ。こういう棒で叩いて、そうなんです。どういう音が鳴る？っていう本当高い高音の、それがなんか本当みんなが一番心地いい音らしいんですよ。音で癒しを求めるみたいなことなの？まあ、癒しとか、うん、なんか、とかと違うんですね。癒しにしといてよ。なんかその浄化って何なの？霊がなくなる。浄化ってなると急に怪しいですね。怪しいね。霊が、ね、霊がいなくなるの、そのチーンって。まあ一説によるとそうらしいんですよ。はい、そう、そういうのが今ハマってるんだ。いや、まあ、別にそんなやめてください。ハマってないんですよ。そういうアイテムも一応ね、そのなんかあった時のためにじゃないですか。なんかあった時。だってほらこう災害用のバッグとかあるじゃないですか。なんかあった時のためにでしょ、うんうんうん、クリスタルチューナーも、クリスタルチューナーもそうです。なんかあった時に、なんかかな急にじゃあ お化け家出たどうします急に出ない。クリスタルチューナーねえわーってなるよ。なんないよ。クリスタルチューナーが欲しいとならないけどね。別にめちゃくちゃ助かるんだそれで。だからそうですよ、なんでもそうじゃないですか。そっか、騙されて買わされてない。大丈夫、自分から買いに行ってます。ちゃんと自分から調べて買いに行ってます。買いに行ってんのか。誰かにプレゼンされたわけじゃない、わけじゃない。自ら欲したクリスタルチューナー調べてね、やってるんだ、はい、もうちょっとこれちゃんと読んでなかったね。プロフィールなんか読まなくていいって俺の、ね、こんなの、別に今更群馬出身。サッカーやってたモデルやってた、うん、あとバラエティいっぱい出てるで、はい、子供いると。そんな感じ、はい、そうですね、ことですけどもね、はい、相変わらずいろいろやっちゃってるみたいで、なんか先日何、はい、クイズ番組でなんかやっちゃったみたいですけど、ちょっと前なんですけど、なんですか、うん、クイズ番組で、はい、99人の壁って、うん、あ、ありますね、あるじゃないですか、うん、あれになんかサッカーの回、サッカーも詳しいんで出させてもらって、はい、で小学生ぐらいの子供がこう出てきて、うん、最後の1問まで残ったんですよ、うん、でその子はなんかこう親がスペインに留学させてくれたりとか、うん、お金をいっぱい自分にかけてくれたから、うん、今回100万円を手に入れて親に恩返しがしたいんですみたいな、うん、めちゃくちゃいいストーリーが、で最終問題で、うん、僕はもうバーンと押してしっかり答えて無事正解しちゃって、うん、地獄みたいな空気になっちゃっていや壁だからね、壁だから止めるじゃないですか、だって壁として呼ばれて全然結果出せなかったんで、うん、その問題だけなぜか一瞬で分かっちゃったんですよ
今までの問題何にも分かんなかったよ、簡単なやつも。分かっててポンって押して、本当とんでもない空気になって、で、その子もちょっと涙目になっちゃって、で、収録後に他の演者さんとか、あの、お見送り芸人しんいちくんとか、パンサーの尾形さんとかとみんな写真撮ってたんですけど、俺のとこだけ一切子供も親も来なくて。そうか、嫌なやつに思われちゃったんだ。思われちゃって、じゃあ案の定もう SNS の DM とか開いたら、はいはい、何やってくれてんだお前、てめえが金出せとかだから最後までわからないままで行けよみたいにね、わからないんだったら。そうなんですよ、何最後でもさ、うん、俺が押さなくても絶対誰か押したじゃないですか。そうでしょ。ああ、だからその日一番輝いてた壁に押してもらいたかったんだよ。急になんか今まで活躍しなかった壁が、ザコハーフが、ザコハーフが急に押して、正解して、世界の厳しさを教えてやりましたみたいな、どうやっちゃってセリフも。もう同じで、多分それも良くなかったんですね。そんなこと言っちゃったんだ。言っちゃったんですよ。俺も気持ち上がっちゃってて、なんかよっしゃ止めたっつって、止めた、これでよっしゃ俺もう出番あったぞと、見せ場作ったっていうの、ね、どういう問題だったんですか、ね、なんかそれは、うんうん、最後の、うん、世界地図みたいなところで飛行機がブーンって飛んで、うん、いくつかの国に止まるんですよ、うん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 、でまあこの国と関係ある選手は誰でしょうみたいな、そこブーンつって行ってすぐ分かったんだ、行ってオランダとか、うんうんうん、ポルトガルとか出たのかな、うん、でその時点で僕あもう分かった、本田圭佑だと思って、本田圭佑って言ったら、今まで所属したチームがある国だったんですよ。なるほど、はい、ロシアとか、そういうことね。それで正解しちゃって。でもやっぱりそれはそれでもやっぱもうちょっと、でももうちょっと待ってればその小学校のどこの子も答えられたかもしれないってことですね。まあまあそうですけど、でもまあ他の人が答えちゃったと思うんで。プライバレーも小学校の子供はしょうがないよ。そういう番組だからね。でそうですよね。ただ、ね、とはやっぱ見てる人はやっぱ、うん、その子に撮ってほしいみたいな気持ちになるじゃないですか。うん、まあまあまあ、でも視聴者ってさ、スタジオにほら、いないじゃないですか。うん、か好き放題優勝あいつらはね。あいつらって。あいつらいや、それまた。あいつらって俺が言ったんですか。おい炎上するから。俺が言いました。自分で言ったの。あいつらって。うん。土屋さんの勝利もあいつら。いや、違うんですよ。もうなんか、別人格持ってるみたいになっちゃうから。そうなると。言うでしょ、そういうこと。怖いわないよ。俺は言わないよ。なんだその目がマジになる。なんだいなって。こういうところが刺激しちゃまずいなって思ってるでしょ。こういうところがもうベストなんだよね。その、うん、ストッパーとしてベストのポジションにいるよね。だからその見てる人もだから、だから他の人は炎上怖くていけなかったかもしれない。いやそこいけるのが上位、ね、そうだよ。いいとこだと思う。それは俺的には一番面白いもん、ね。面白い見てた。面白いですか。やっぱり番組として面白いもんね。放、う、送、ん、中も途中であれでしょ。あの監禁しちゃう人でしょ。しないですよ。あれはあれ怖いっすね。ドランクの高さですあれ。監禁です。監禁途中で監禁。気が良くない。何から。しばらく俺も出てないから今忘れてましたよ。いや俺なんか調べたら一緒の回に出てたらしい。昔なんか確かに出てたらしい。結構前に原さん多分出てたらしいね。そうなんですよ。そうなんですよな。それはしょうがないよね。まあしょうがないっすね。そういうキャラクターだからね。まあ別に全然大丈夫ですよ。うん、まあ炎上メール？炎上メールじゃ読むなよ。炎上メール。ラジオネーム群馬の種馬さんです。怖い、ね。12歳の方。怖い。エナイツの皆様はじめまして。いつも楽しく拝聴させていただいております。嬉しいですね。自分はジョイを小学6年の時に塾で算数を教えていました。え？金髪で可愛い感じでサッカーを頑張っていましたね。勉強はその次でしたが、その頃から楽しいトークでした。本当？教えることができてとても光栄です。モデルからタレントになり、今はとても人気になれて立派ですね。これからも頑張ってください。初めてこんなメール途中で番組の。マジですか？誰だろう？はあれだけど。塾方ですけど、本名はこれ読まないでね。種馬さん、これ読んじゃダメなんですか？読みてー。え、覚えてる？読みて。あ、いや覚えてますよ。あ、本当。多分農会センターのね先生ですよね。農会センターっていう塾に行ってたんだね。はい。僕は初めて通った塾なんで、最初の先生ですね。でもめちゃくちゃ言ってんじゃない？俺ジョイ。お、よう覚えてますね。ジョイ教えて。いや覚えてるでしょ。覚えてる。立ちましたでしょ、だってジョイさん。え、どうなんすかね。背も高い。サッカーの先発でしょ、だって。そうですね。この塾でも本当もう勉強大っ嫌いで、もう何もついていけなくて、やめたくてしょうがなかったっすね。ずっともう本当に難しかった。でもこの塾だけは唯一。そんな中でもみたいな。もう嫌な思いしかない。いや。そんな中でもこの人が教えてくれたからみたいな話じゃないの？いや、まあ先生はね、先生は別に優しかったですけど、先生は優しくなかったんで、もうちょっと、でも先生の教え方が良かったら、ね。
人生の師匠でしょ。違いますよ、だって先生の授業受けて中学受験も僕落ちたんで、先生のちょっと努力が足りなかったと思います。群馬の種馬だよ、群馬の種馬だよ。とんでもねえラジオネーム先生つけてるじゃないですか。そのラジオネームなんだ、まさかこんな先生だと思わなかったよ俺も。だよな、うん、でもね覚えてますよ先生のこと俺。あ、そう、はい、応援してるんだよ ね、 そうだよね。じゃあ勉強はでもそこまでだったけども、とにかくサッカーは、いやもうサッカー打ち込んでましたからね、はい、プロになれると思ってたし、ね、そうか頑張ってましたけどね。やっぱ未だにサッカーやるんですか。サッカーね、コロナ禍でね、うん、やんなくなっちゃったんですよ、怪我とも重なって。それまでは、うん、結構やってたんだ。もう毎月、うん、前園さんのチームと元プロの人たちのチームと僕のチームで、うん、すごい。そう、僕のチームは芸人さんが多いんですけど、はい、あ、それはユッティさんとか。あ、ユティさん入ってないですね。もっと吉本の若手。まあ、もともとリンタロウとかイグジットの。ああ、はい、うまいじゃん。あれだ、見取り図の森山くんもやってるよね。あ、森山くんもやってますけど。ね。それとは別で。はい。やってるんですよ。でも、フットサルじゃなくて、うん、もうちゃんと。フットサルです。あ、フットサルね。フットサルの芸能界最強チームを決める大会みたいなのが、もともと毎年行われてたんですよ。1月に埼玉スーパーアリーナで、お客さん入れないで。20-30 チームぐらい、うん、本当にミスチルの桜井さんとか、ナオトインティライミさんとか、ああいう森山直太朗さんとか、ああいう人たちが率いるチームが、手越くんとかね、当時ね、出てて、で、本当もうバチバチ、本当喧嘩になるんですよ、言い合いとか。がもうガチで、で、元プロ呼ぶチームとかがいて、いや、ズリーとか、なって、それで、なんか一人、一チーム一人だけ元プロ呼んでいて、いろんなルールができてて、みんなほんとバチバチ。なんでこれよくねえんじゃねえか、この大会みたいなぐらい揉めたりしてて。その大会で一応僕のチーム優勝したんです。すげえ、すごい。ジョイがキャプテンなんでしょ。ジョイキャプテン。え、元プロもいるの一人。うちのチームはいないです。あ、いないで優勝した。他のチームは、元日本代表の福西さんとか、鈴木フォワードの鈴木、ワールドカップでも出てくる鈴木いたりとか、そうそうそう、すごい人いたりとか、その中で優勝したんだ。ナオトインティライミは全チームにいるんでしょ。ナオトインティライミが全チーム。いや違うさ、そんな一人っすよ。あ、一人。そういうセルジュニア的にいっぱいいるとかじゃないですからね。たとえセルジュニアであってもセルジュニアじゃないセルジュニア。いっぱい。いっぱい増殖。セルジュニアじゃない。増殖しないで。わかんない。言うことないセルジュニア。なんか、うまい例えしたって例えないよ、そんなもん。セルジュニアじゃないんだから。いいよ、言い直さなくて。あ、そんなこともあったんだ。すごいやっぱうまいんだよね。うまかったってことですよね。でもサッカーとか、スイダウのドッキリもありましたよね。ドッキリ最近多いから。八百長 PK ですか。そうそう、八百長 PK。カジサクと。梶原さん、梶原君と。お互い負けなきゃいけない八百長。あれ本当芸能界入って一番見たよって言われる番組あれっすね。やっぱり未だにもう本当に毎週ぐらい誰かに未だに言われる。あれ面白かった。あれ面白かった。だるマネージャーに呼び出されて、この後の決勝がもうスケジュール NG だから。だからこの準決勝負けてくださいって言われるよね。そうで、カジサックと PK 対決やって。うまいんだよねみんな2人とも。そう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 、外すのがね。そう、外すのうまいんだよ2人とも。3本目くらいからちょっと待てよみたいな。どっかも途中で気づいたわけでしょ。もうなんかおかしいけど、なんだか分かんないじゃないですか。そうだよね。こっちは負けなきゃいけないもんね。そうそう。あれ名作だよ。あれ面白かった。この前また再放送かなんかやったでしょ、あれ。ああ、なんかだからまたちょいちょいやってた。なんか違法アップロードされてるみたいなやつ。ああ、そうそうそう。あ、それでやってたんだ。それで多分。そっかそっか。あれがめちゃくちゃ違法。だからみんな、拡散されたからみんな。かもしんないっすね。あれを、ドッキリなんかすごいでしょ。ドッキリ多いんすよ。だってなんか年間のベスト10に必ず入ってくるもんね、ドッキリ。なんなんでしょうね。なんか芸人さんばっかりの中で唯一、ジョイだけが入ってるみたいな。ジョイってね。不思議っすね。ジョイってなんなんでしょうね。他の仕事は大して多くないのに。ふざけんなよ。仕事くれよ。マネージャーがもうおかしいんじゃん。ドッキリ関係しか回ってない。そっち専門で？そんな売り方あります？回ってないんじゃないの？わかんないけど。お願いしますって。ドッキリのとこばっかりだけ売り込んでるっていう。違うのも出たいですよ。でもやっぱりきついでしょ、ドッキリとかは。きついのか。いや、別にありがたいですけどね。ありがたい。うん、うん。どうなんですか、こう、ナイツさんとかで芸歴も長い、重ねてきて、重ねてきた人たちって、もうあんまやりたくなくなるんですか、こう、事務所にもドッキリ来たら。もともとドッキリとかそんなないしね、うちらは。あとね、俺ね、本当に、もう完全にやっちゃいけないことやっちゃったりしたから、気づいちゃったの、言っちゃったりとかして、もう。ああ、このカメラ見つけたとか。そう。まあ。言っちゃったんですか？言っちゃった。それはなんで言っちゃうんですか？え？なんで言っちゃうんですか？もうわかんない。そういう制作の意図とかわからない人だから。
怖い怖い怖い、普通に来なくなっちゃった。そうなんですね。うすうす分かってても言っちゃいけないじゃん、うん、途中でね。そういうのおかしいなと思って、スタッフさんがもう知ってる人だったの、うん、それでなんだよここおかしいじゃないですかとか、もう気づいてますよとかって言っちゃった。用心深いから、うん、だからあっちこっち見、あのなんです、ね、見てるんですね。そうそ う, そ う, そう、観察力があるのかも、うん、普通気づかない、別にそんな感じ気づかない。めっちゃしかも仕掛けるのうまいですからね。そうそうそう、今のスタッフさんたち ね今はね超うまいですよね。でもなんかそういうの、なんかね、変な、テレビも変な時期だったんだと思いますよ。テレビの人も。だってさ、昔わけわかんない番組あってさ、なんかさ、ゴミをさ、自分の、自分の家じゃない、マンションにさ、勝手に住んでる設定でさ、こっからのゴミ捨ててくださいって言われて、それで、なんか、ダサい私服とかって勝手に放送されてさ、家でもないのにさ、これ何の番組なのみたいな、それあったじゃん。知らない。ごめんなさい。怖いです。誰だから、今の聞いてもよく分かんなかったです。ね、要するに芸能人隠し撮りみたいな体で、自分の家じゃないところでやるってこと。自分の家じゃない、もう住んだこともないマンションで、でこのゴミを持って。こうやってそこのゴミ捨て場出てくださいとかってやって、要するに、普段ゴミ捨ての時にどういう格好してるのかみたいな検証みたいので。そう、もうわかんない。事故かわかんないけど、大やらせじゃん。大やらせだよ。大やらせ、そんなのあるやらせじゃん。だからそういうのがなんか多くて。どこの曲ですか？誰ですか？その先言わなくていいから。どこの曲の誰？言わせようとするんじゃないよ。どこの曲の誰かわかんないよ。もうどこの曲かも覚えてないよ。本当ですか？焦ってるじゃん。もしかして俺、あのマンションも捨てたかもしれない。遅い。急にもう。無理。何言ってんの？住んでたかもしんない。住んでたかもね。うん、確かに。そういうのってあるじゃん。確かにね。よく考えてみたらね。大人になったじゃん。でも今まで結構きつかった仕事が、イギリスのなんかジャグリングロケっていうのは。ジャグリングロケっていうか、まあアナザースカイですよ。あ、アナザースカイ。こんな番組じゃないじゃないですか。いや、そうね。ほっこりする番組。でもう十何年前ですもん。売れ始めた時にアナザースカイ来たんで、半分イギリスの血も入ってるんで、こうイギリスだっていうことで行ったら、全然ロケの内容教えてくれないんですよね。どこ行く、誰に会うとか。アナザースカイ今わかんないですよ。僕の時は。なんか向こう行ってから全部教えてくれるみたいな感じだったんですけど、急になんか大道芸人とかが多い通りがあるんですけど、そこで急にジャグリングボール渡されて、これ明日までにジョイさんジャグリング覚えてくださいって、お手玉3つみたいな感じで、まあ1日でまずそれ覚えるのも大変じゃないですか。でも覚えて、まあ次の日ここで披露するんで、お客さんの前で、でそこになんかこう師匠みたいな人が来て、でお前がこのボールでジャグリングしてる後ろで、俺はチェーンソーを3つ持ってジャグリングするって言い出して、はですよ。アナザースカイですよ。アナザースカイ。アナザースカイで。アナザースカイでチェーンソー出てこないじゃないですか。いや、それは分かんない。いや、出てこないじゃん、アナザースカイでチェーンソー。出てこない、出てこない。いや、ジャグリング。長野メイのハワイとかね、普通。そうで、なんかおしゃれなさ、そんなストレスないロケじゃない。なるほど。でしょ、ストレスあるかもしれないけど、分かんないけどさ。ごめんなさい、なんか、楽してるとかじゃないですよ。昔のね、俺さっき言ったフジテレビの、お店場の。いや、フジテレビってちょっと、ダメ。違いますよ。富士じゃないでしょ、なんか違うでしょ、なんか地方の、よくわかんない。千葉テレビ。千葉テレビであんまり言わない。やらないよ、そういう。チェーンソーのジャグリングなんか。だからチェーンソー、それで本番やって、俺、ジャグリング一応やりますけど、気が気じゃないですよ、後ろで。そんな信頼関係ねえ人がチェーンソー見て、師匠って言われてもね。師匠って言われて、初めて会った人に。怖いじゃないですか。まあ別に無事だったけど、超ヒヤヒヤしたなと思って。何それ。そうなんですよ。本当にアナザースカイなの、それ。アナザースカイの中に変にドッキリサプライズ要素入れられちゃう。アナザーすぎないそれちょっと。アナザースカイですよ。いいんで、ちょっと。そこいちいち、一心じゃそこで。ちょっと今度俺使おうかな、このエピソード話すとき。いちいち止まらなくて。アナザーすぎないでしょ、これ。アナザーすぎない、じゃあ。添えてください。アナザーすぎない、添えて落としてください、それは。やっぱおもろいっすよね。ないっす。うまいこと言いたいな。感謝しなくて、そんなの。言いたい。そう。やらせドッキリ言っただけですからね、今。なんなの、もう。え？あ、ヤホートピック。ヤホートピック。じゃねえよ。ヤホートピック。じゃあ、今週のヤホートピックス。はい。ということですね。
いろんな話聞きましたけど、そうですね、何でもいいですよ、なんかね、まあ、夏もう夏じゃないですか、夏だね、夏といえば怖い話、心霊でしょ、はいはい、大好きですよ、僕群馬出身で結構群馬も心霊スポット多くて、はい、もう昔本当10代の頃ですよ、先輩に連れられて、うんうんうん、心霊スポット、うん、廃墟のホテルみたいなとこ行ったんですよ、もう山の上にある、坂の上にある、はい、群馬あるんだ、そういうとこ、そこの入り口でこう降ろされて、お前先に行ってこいよみたいな先輩たちに言われて、ね、もう真っ暗です、まあまあまあ、でこう一人で、安わって言いながら登ってって、うん、上で待っとけって言われたけど、うん、誰も来ないですよ、うん、先輩、うん、で電話しても出ないですよ、うん、でこう全然もう15分経っても来ないから、戻ったらさすがに、うん、もういなくなってんすよ、うん、そのノリっすよ、まあね、置いてくのが面白いみたいな意味やからね、若者のね、でも人気ホラースポット、心霊スポットだったんで、うん、もう次のまた若者とか来るんですよ、うん、で懐中電灯持ってそいつらが坂上がってくるときに、うん、上照らしたら、うん、僕と当時も今よりガリガリで、うん、真っ白でね、ギャル男でちょっと髪長くて、タンクトップ、白タンクトップ1枚で歩いてきたんですよ。そいつら俺照らして、ギャーって叫んで、逃げて帰って、でそっから地元で、あのホテル白人の霊が出てきて、言われるようになって。強いな、それ。いや、もうマジで。いや、だ俺、本当に、あれ俺だからって言って回ったんですよ。ゴースト高崎の幻みたいな。いいなぁ。ゴースト高崎の幻。幻って。言われるようになったんですよ、ニューヨークじゃなくて。いやそれは後付けでしょ、それは俺が後からつけて、いいじゃない、それはそれぐらい足させてよ、それぐらいは足させてよ、兄貴厳しくない、もういいですね、ゴースト高崎の幻、いいでしょ、いいですね、そうなんですよ、それは面白いね、実際見たの、実際でもそこは本当やばくて、着いた瞬間この本当懐中電灯つかなくなったり、車の電気チカチカ消えたりついたりとか、僕結構いろんな心霊スポット行ってて、いろいろ起きましたよ、そういうこと。でも、あれがあれば、ね。クリスタルチューナーがあれば、ね。いや、だからそういう経験してるから、やっぱ何かあった時のためのクリチューナー持ってればね。持ってれば。持ってれば余計怪しいお化けだよね。クリスタルチューナー持って現れたら、ね、余計怪しい。そうですね。あそこに出るって謎すぎる、音鳴らすタイプのね、音鳴らすタイプのお化け、あそう、結局先輩迎えに来てくれたんでしょ、先輩迎え来ないですよ、それ最悪じゃん、そんな優しい先輩じゃないですよ、地元の最悪じゃん、もう最悪だった、最悪っすよ、めっちゃ歩いて帰る、やっぱりもうその時からちょっとイジられるキャラというかね、なりましたね、されてる、エントテンが線になりました、最後に上がってね、ってドッキリで結婚もして、ドッキリ結婚じゃないです、あれ何長めのドッキリ続いてんすか、まだドッキリ幸せですよ、ちゃんとなんでキスしたりしてるよ、だってキスして向こうが無理してたらしないでしょ、そんなの余計なカミングアウトしなくていいんですよ、してるでしょ、キスで、キスだけでしょ、もっとしてるよ、もっともっとなんかもっと交わったりしてるだろう、子供いるんだから何でも言ってくれるな、楽しいですね、いや楽しいですよ、また来たいですよね、また来てくれる、なんかお知らせとかないですか、お知らせとかありますか、ないですよマジで、舞台とか舞台とかあるんですか、舞台ないんですよ、ないの、変わらず元気に頑張ってます YouTube やってます、 YouTube もう更新してないんでお知らせないんですよ、してないの、本当にそうか、だからもうなんか Twitter とか、うん、インスタとかね、うん、はやってるんで、そうね、そうそうやってますから、見てもらえたらっていうぐらいで、そうね、すいません、やっぱお知らせある人は来るべきですよね、なんかすいません、なんかお知らせねえのに来ちゃってそんなことないですよ、 TikTok で勝手にドッキリがバズってるらしいですからね、そうなんですよね、ひどいね、すごいよね、それもね、ひどく、めちゃくちゃ再生されてるらしいですか、分かんないですけどね、1円も入ってこないもんね、あとそんな、まあそうでしょ、まあそう、お金入ってこないですけど、でもまあ若い子たちに認知されるっていうのは嬉しいことですから、感謝です、本当に皆さんに、いやまたぜひ来ていただきたい、成長してます本当に思います、ということで、ね、今日のゲスト、はい、ジョイさんでした、ありがとうございました。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、昨年セールスマンの死の斬新な演出で日本の演劇ファンをうならせたショーン・ホームズが豪華俳優陣日本クリエイターと作る2023年版桜の園、パルコ劇場開場50周年記念シリーズ桜の園、出演原田美恵子、八嶋智人、孫波、安藤玉恵、川島海香、松尾隆、村井邦夫ほか、TBS ラジオ公演で8月7日から29日までパルコ劇場で上演、詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで。さらに手軽になった崎陽軒の肉まん、あんまんは朝ごはんにもおやつにも夜食にも袋のままレンジで、
だからいつでもあったかおいしい崎陽軒の肉まんあんまん、おいしいシウマイ崎陽軒。時刻は11時29分です。ここでパナソニックがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井ひろ子さん、お願いします。はい、東名高速の下りは大和バス停で15キロ、1時間10分。反対の上りは東京インター付近、トラックの故障車左側車線で処理中で4キロ10分。中央道の下り、車両火災の処理終わった影響もあって日野バス停で11キロ、1時間50分。反対の上りは高井道、乗用車の故障車の影響、右側車線で3キロ10分。関越道の下り川越、六角田で事故処理続いています。車両5台です。13キロ25分。東北道の下り羽生パーキングエリア付近、事故車の1台がレッカー車待ちで8キロ35分。首都高速は5号線の上り飯田橋、右側車線で事故、この影響で2キロ半15分かかっています。警視庁から以上です。警視庁の薄井ひろ子さんでした。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は11時52分頃お伝えします。ナノイー、それは全国10社以上の鉄道会社に選ばれたパナソニック独自の清潔イオン、 JR 東日本、小田急電鉄、京阪電車などの車内空気浄化システムに採用されています。暮らし清潔ナノイー。パナソニック。パンサー向井聡です。滝沢カレンです。毎週月曜から木曜朝8時30分から放送中のパンサー向井のフラット、6月19日月曜日はカレンさんの新刊馴染み知らずの物語について、カレンさん、そして担当編集者の方にお話を伺いました。もしよければ皆さんも読んでみてください。ぜひぜひ、油断できない本ですから皆さん読んでください。詳しくは6月19日月曜日のフラット、ラジコタイムフリーやポッドキャストでチェックしてみてください。ライムスター歌丸です。26日月曜日のアフターシックスジャンクションはいつもの月曜パートナー熊崎和人さん一休でお休みということで、代打をこの方が担当してくださいます。鍋旬こと TBS アナウンサー渡辺旬です。歌丸さん、2022年7月25日午後9時以来およそ1年ぶりですね。たびたびアトロクで私の名前を出していただきありがとうございます。すべてチェックしております。この1年で私の好きなアイドルイコールラブ、そして私にもたくさん変化がありました。中学生と言われた私も高校生ぐらいに成長しているのではないかと思っております。久しぶりにお話できるのを楽しみにしております。そんな鍋旬を1年ぶりに全身で浴びるのを私も本当に楽しみにしております。渡辺旬アナウンサーとお送りするアフターシックスジャンクションは26日月曜夜6時から。シャキシャキテレフォン、聞いて聞いて。時刻は11時32分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。ここから我々ナイツに生で話をしたいリスナーさんと電話をつなぐチャキチャキテレフォン聞いて聞いてのコーナーです、はい、さあそれでは早速、うん、リスナーさん話聞いてみましょう、うん、ラジオネームマロン栗山さんです。もしもし。あ、もしもし、こんにちは。こんにちは。なんか芸名みたいな ね名前ですね。いえいえ、ラジオネームです。ラジオネームね。はい、はい、はい、お願いします。今日何を聞いてもらいたいんですか。今日はですね、私初めて浅草に行きますということです。はい、すごい。今日これから行く、これから、あ、ですね、来週の金曜日だから6月の30日かな、うん、はい、来週行く。ちょっとあのなんか話してた訛りがある感じですけど、うん、福島とかでしょ。あ、茨城。あ、茨城、茨城いいな。いいですね。茨城近いけど浅草初めてですか。いや、近いんですけどね、うん、なかなか行かないです。野球とか見にね、あの東京ドームとか横浜スタジアムとか神宮とか行くんですけど、うん、浅草にはなかなか降りないんでね。そう、あ、そう。ちょっと やっぱ U 字工事に何かね、なことないですよ、なことないですよ。えでね、でな、なんでかっていうと、シャンメア、そんなこと言ったってシャンメアつってね、うん。あれわかんねえかな、これ素人さんすか。はい、そう。地元で活躍してるあれでしょ。なこと、あんめっつってんの、あのさ、なこと言ってねえべよ、ね。赤いプルトニウム、赤プルですか、赤プルさんはもう尊敬ですよね、本当にね。茨城どこですか。
茨城の阿見町って言って、阿見は近いじゃん、あの稀勢の里じゃん。あ、そうそうそうなんですよ、家のすぐそばです。二所ノ関部屋できたでしょ。はい、お相撲さんとか結構ね、あのイオンとか歩いてますもんね。そうなんですね。お相撲さんイオン歩いてるんだ。イオンとか西友歩いてますよ結構。はい。あ、そう。なんかつくばエクスプレスも、はい、通ってるから、うん、茨城の人なんかめちゃくちゃ浅草来る機会あんのかなと思ってたけど、うん、意外と初めて。結構近いんですけどね、なかなか行ったことないんですよ、ね。そうなんだ。浅草で何されるんですか。そうです、今回のあのですね、私あの仕事であの商品開発で、うん、あの外国人観光客のトレンドっていうのを、ね、あの調査しに行くんですよ。なるほどね。どんなものが流行ってっかなって。はいはいはい。でその時にあの昼飯どこで食うべっていう話でね、あのミーティングほとんどの時間それになってしまってですね。浅草どこで食べるかと、みんな行ったことないんですよ浅草に。行ったことないんだ。で結局あのインターネットで調べても同じようなとこしか出てこなくて、うん、はい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 。だからそういう時にじゃあ俺がちょっとナイツさんに聞いてみっぺっつってあのみんなに言って、うん、で今回聞いてみたんですよ。あのね、はい、まあ、ロックスっていうのがあるんですけど、ロックス、はい、その、ね、まあ、その近くに、はい、あのね、アルファベットの M ですね。でなんか、はい、ハンバーガーショップでマクドナルドっていうとこありますんで。ハンバーガー、うちの駅にもあっぺんそんなの。荒川区にもありますからそれ。本当素人ですかマロンさん。素人ですよ、素人です。いい、まあですね、いい乗りツッコミでしょ今。M、 俺おらがでもあがっぺんそんぐらい。本当に上手すぎるでしょ。いやどうもだよ、ね、あ、そう、ダメですか。あ、そう、ここは怒られちまうべよ俺。ダメだって俺。怒られちまうべよ。ダメだったのよ。ダメだってよ。やっぱうなぎとかね。もういいです。うなぎちょっと高くてもいいのであれば、ね、うなぎもいいですよ。我々が、いっぱいあるから、はい、まあ師匠の内海恵子が、うん、もう昔その、はい、その昔アルバイトをしていた、ほう、創業 何百年のうなぎ屋さん、やっこっていううなぎ屋さんなんかどうですか。やっこ、うん、お、全力で押してみますよ、はい、ここ行くべっつってみんなに、ね、はい、ランチもあるでしょうし、広いから、うん、いいですね。そう、広いから多分入れると思う。人気でも入れる。6人くらいで行くんで、はい、そうなの、うん、あ、6人くらいで行くんだ。全然余裕だ、はい、いいですね。余裕余裕、うん、あ、いいですね、うん、そういうところとか、うん、あと、いいですね、お蕎麦とかね、はい、あ、蕎麦もいいですね、この時期いいですよね。うん、うん、もういい、うちの横もあの蕎麦の畑広がってますもん、はい。ああ、そう。そうなん、蕎麦育ててるんだ、はい。そうなんですよ。結構なんか蕎麦育ててる人最近増えてきましたよ、はい。あ、そうなの、うん、そうなんですよ、はい。まあ、何食べたいかにもね、ことによるんでしょうけども。うん、結局ミーティングしても決まんなかったんで、そう。うん、あ、そう。うなぎ蕎麦といいですね。いいと思いますよ、本当に。浅草っぽくていいですね。あと、はい、もうその逆にね、はい、いろんなお店があるじゃないですか、はい、出店みたいな、うんうん、だからこう散歩しながらちょこちょ こうつまんで、あ、食べ歩きっていう、ね、食べ歩きみたいのでもいいかもしれないですけど ね、はい、ね、確かにそうですね、はい、うん、うちの周りではそういうことできないですからね、もう本当に畑しかないんで。だってマロン栗山さん以外全員若い女の子なんでしょ。だからみんなでこうお団子食べる。どういう団体なのそれ。そんなわけないですけど。あ、違う。怒られちまうか、そんなこと言ったら。若い女性いないみたいに言ったら、それはそれでね。おじさんじゃあんめけど、うんうん、まあね、そう、先輩方とかいますから。先輩とか。そうじゃん。はい、いや、でも、そのなんかね、うん、本当行ってみて、うん、はい、いい感じの店だな、つんでも入っちゃっても、うん、いいかもしんない、はい、それで。なんか、そういうのもいいですね。そうそうそう。決めずに行くのも逆にいいかもしんないですよ。やっぱりさ、決めるとさ、うん、それに縛られるんですよ。うん、そう。あ、時間とか気にしてね。1時とかにさ、予約しちゃうとさ、もう12時半ぐらいから、はい、なんか、ちょっともう、計画決まりすぎちゃうでしょ、うん、だからもう身を任せて、もう流れでさ、なるほど。やるっていうのもいいかもしれないですよ。確かにそうですね、うん、そういうのでね、そう、うん、枠作って商品開発したって、シャメもね、そんなな。そうですね、シャメよ。本当に。そうだ、まあ、おめえらいつまでも。なるほど。ね、調子乗ってんじゃねえかんなと。乗ってんじゃねえかんなって。言ってめえよ、そんなこと。ほら、言ってねえでやろ。赤プルじゃないからね。そうですね。いや、でも、なるほど、ぜひ楽しんでいただきたいお仕事なんでしょうけど、浅草ね。はい、いやもう楽しみですよ、本当に。日帰りですか？風邪ひかないようにしないと。はい、日帰りです、日帰りです。常磐線で帰ってきますよ、すぐ。常磐線で行くのね。今まで東京の何、はい、六本木とかさ、あんじゃん、いろいろ。六本木は怖くて行けねえ。そんな危なくないですよ。怖くていけねえ。いや怖い。TBS は TBS。TBS。赤坂。TBS。うん。朝。赤坂。赤坂。
いけないっす、なんかおしゃれなね麦わら帽かぶってしたんでいないっすもんね。麦わら帽でいかないでしょ。そんなにオヨネーズみたいな感じなんですか。もう時代背景おかしいし。オヨネーズ知ってますけど、知ってますけど、はい、麦畑、ね、麦畑知ってますけど、はい、そう。カラオケで何歌うのみんなで。カラオケ自分はですね、うん、あのお箱あの氷川きよしのですね、うん、あのずんどこ節は待つ。似合いそうだけど。いや今もう違いますから。ただ守りすぎでしょうね、マロンさん。もうだ違う曲だからね、氷川さんも今。そうよ。変わってますよね。曲調も変わんないと。あ、本当そうですよね。自分もちょっと変わっていかないとあれですもんね。夜遊びとか聞いてます？夜遊び。夜遊び。あ、なんかえ、夜遊びしないです自分。夜遊び。いやそうだな。ごめんな。素人なのかな本当に。全部ひどい。キャラを守りすぎじゃないちょっと。夜遊びって。なんでマロン栗山なんですか。あ、なんかあのスーッと降りてきたんですね。あの高校生の頃ラジオのハガキ職人としてデビューするときに、どういうペンネームがいいかなって考えて。ね、それでスーッと降りてきたのが、あ、これマロン栗山だと。ずっとラジオ聞いてくれてるんですね、いつもね。もうずっと TBS です、はい。ああ、嬉しいですね。そうか。じゃあね、ちょっと浅草でお待ちしてますよ。はい、もう行きますんで、も来てくださいよ、東洋館。30日はね。いいですね。我々、外国人観光客はいないけど、東洋館の中は。うん。ね、じゃあ楽しんでください。また聞いてくださいね、マロンさん。はい、どうもです。はい、どうも。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。はい、失礼します。失礼します。はい。マロン栗山さん。ね、本当でも、ね、近いからね、浅草駅っていうのがあるわけだから、つくばエクスプレス。そうですよね。1本で来られる。全然1時間以内で呼んで来れますからね。来ていただきたい。外国人観光客の方も多いですからね。めちゃくちゃ多い今、本当にめちゃくちゃ多いから。でも調査になったら、やっぱ浅草とかが一番早いんだもんね。本当だよ。うん。日本中のね、どこ行くよりも浅草がいいと思う。どんどん人集まってくるからね。さあ今回のマロン栗山さんのように聞いてほしいことがある人は内容をできるだけ詳しく書いてお名前、電話番号、住所などを添えてメールでご応募ください。アドレスはchaki@tbs.co.jp chaki@tbs.co.jp です。電話をつないだ方にはチャキチャキ特製クリアファイルをプレゼントします。以上、チャキチャキテレフォン聞いて聞いてでした。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。今日もたくさんのお声をいただいています。80代の女性から、国内旅行楽しく過ごせました。70代の男性からは、階段を 3,4 段杖を使わずに登りきりました。皆さん、通産党との出会いが人生を変えるきっかけとなりました。今少しでも痛みや違和感がある方は、ぜひ一度お試しください。再春館製薬所の通産糖は、1960年の発売以来、たくさんのありがとう、嬉しいをいただいています。ぜひ、今お聞きのあなたにも。無料の試供薬のお申し込みは、0120-305-305、送料無料です。通産糖は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよく読んでお使いください。ここでアンバーアセットマネジメントから投資信託、ファンドラップ、債券、株式などをお持ちの方へお知らせです。投資信託などを持っているけれど損をしている。いつ下がるかわからないから不安なんてことはありませんか？そのような方に証券会社出身の講師陣が制作した投資信託などで損をする本当の理由と賢い選び方について解説資料を無料でお送りします。希望者には証券会社とは離れた立場の専門家に相談することも可能です。なお、同封のアンケートをご返送いただいた方全員に資産運用に役立つ書籍をプレゼント。分かったつもりの罠に落ちないために今すぐ無料の資料請求を。受付は朝9時から夜9時まで。つながらない場合は時間を置いておかけ直しください。ご希望の方は電話 0120-770-777、770-777 までどうぞ。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。今日のメールテーマ、会長の話。はい、たくさんいただいてます。ケイちゃんさん、はい、
今の季節北海道に行くと不思議な鳥がいます、うん、オーストラリアから一度も休まずに飛んでくるという鳥、すごい、オオジシギ、オオジシギという鳥です。ジシギギーギーギーという声を出した後に飛び立って、うん、ババババババという音を出します。あまりにもびっくりしたので土地の人に聞いたらすぐ教えてくれました。へえ、オーストラリアから一度もオーストラリアから休まず、北海道が長い鳥ですね。あったよね、そこのあのに注目したなんとか成分とかさ、サプリみたいに売ってたよね、鳥が休まないから。あるあるあるね、すごい鳥って元気の源って言ってサプリを、すごいですね。ありますけど、なんかね、うん、全長はだいたい30センチぐらいなんです。だからそんなにちっちゃい、やっぱりちっちゃい方が体力使わないのかね、少ないのにね。どうやって休まずにそんな飛べるの？だって飛行機だって休んでるよ、8時間ぐらいかかるんだよ。まあ、この風だけの時とかあるんじゃないの、もうバタバタ。ああ、もう乗って、え、寝るの？そこで寝てる、もうずっと風に飛ばされながら、うん、いや、わかんない、もうむちゃくちゃな話だよ。わけわかんない。しかもこういう子たちってミミズとかしか食べてないのにそんなにパワフルってすごくないですか？燃費がいいって話、確かにね、虫とかなんだろうけど、ね、すごいね。オーストラリア行ったらめちゃくちゃ綺麗な鳥いっぱいいたもん。そうですか。そうそうそう、いいな。もう本当にそなんか動物園みたいなところ に、うん、見に行くんだけども、うん、そのエリアの外にもう綺麗な鳥がいっぱい、野鳥でも綺麗なの。そうそうそう、すごいね、オーストラリアって、やっぱ自然が違うと、やっぱりスケールが全然日本と違うわ、ね。うん、ラジオネームセッツ姉さんですね、はい、私が自宅マンションで使っている Wi-Fi のルーターは、うんうん、今でこそ快調で不自由なく使えていますが、うん、そういうことか。約3年前に設置した当時から最近までは頻繁につながらなくなっていました。うん、ネットはもちろんパソコンのラジコで、ラジオも聞いていましたが、うん、とにかくブツブツと途切れ、あ、やだね、何度も業者を呼びましたが改善されませんでした。うん、他の家は問題なく使えていて、なんで自分のところだけという思いもあり、うん、イライラもマックスになっていましたが、先日やっと原因が分かり、今は快調にネットが使えています。うん、ネットが途切れずに支障なく普通に使えることの大切さを知りました。何だったんだろうね。確かにその Wi-Fi もそうだし、なんか電波が悪いっつって使えないときに、うん、別にもともとなかったものなのにすごいイライラしちゃうよね。うん、そうなんだよ。なんかもう勝手にだからもう自分の中で、うん、もうネットはこれぐらいのスピードでできてサクサク次の次飛んでみたいなのがあるから、うん、それを邪魔されたような感じになっちゃう。今がねピークだと思っちゃってるからな、ね、サクサクもな、やっぱちょっと前に戻るとなんか結構だから地方の会館ライブとか行くと楽屋が電波通じないとか多いよね、はいはい、めちゃくちゃある。なんか電波悪いとこなんであんな多いんだろうね。地下でもないのに、そうだね、仕事がはかどらなくなっちゃうもんな、電波悪いと。なんかそれだけで、ね、そうですね、調べ物したりとかも、ね、できなくなっちゃいますもんね。そうそうそう、もう一日あの楽屋にいたらさ、そうなんだよ、ったらね、不便だもん、ね、だから休みの日にさ、うん、その空き時間を使って人に何か連絡しようと思ってきてるから、うん、それができなくなると思う、そう、何しに来たのか分からなくなっちゃうっていう。本当だよね。で Wi-Fi つながってますってあるんだけど、 それをつないだところであんまり よくなかったですよね。元々の Wi-Fi が良くないとかね。そう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 。で僕らがやってる千葉テレビのね、はい、あのナイツのヒット商品大好きの収録だったんだけど、うんうん、基本的にスタジオでやらないから、それ会議室でなんか会議するっていう番組だから、大体音声トラブルが起きる。で昨日もなんか、まあ、いつもなんだけど、喋ってる途中で、はい、一回止めますみたいな音が混線してますみたいな。あ、ありますね。本当もうやめてほしいんだけど、他の電波ね、感じなんだけど、そのやっぱり最近少し良くなってきたんで、ね、うんうん、で、やっぱりこの前、昨日はもう最近半蔵門の会議室借りてやるんだけど、やっとね、いいとこが見つかってきたんだよね。その今までは、その救急車が通るとか、通るとか大通りのすぐ横の1階でやってたりとかしたけど、今回9階の、そう、お、静かなとこが、うん、そしたら昨日さ、うん、ブンブンブンみたいな音するんだよ。なんだよこれ、9階に変えたのに、うん、何、ま、工事の音みたいなの言ったらさ、外で窓ガラスなるほどね、窓をギュッギュッギュッて、それが入ってきて、それは盲点でしたね。たまにモップの柄が当たってガチッガチッとかって言って、一回止めます。今までで一番大きな音が、そうそうそう、ビル掃除はさすがに予測できないからね、まあ、もうだって向こうもね、しょうがないけど、ね、まさかここで収録してると思ってないから、いじっちゃダメなんですか、もうこういうの今日はやってますみたいな。いやいや、そう
サイドから、ね、でもなかなかうまくいかない、そういうわけにもいかないんだろうな、後ろ一般の人だから映せないだろうしね、そうそう、うんっていうのもあったけども、必ずなりますから、必ずなる、普通の音声、音声の機材トラブルとかも毎回ありますから、ね、毎回あります、しょうがないあの番組はね、メール読みます、はい、赤坂の里のデミズマイさん、はい、私ですよね、下がってるんですね、はい、この冬のこと、うん、エアコンの調子が悪い冬ね、温度セットを28度にしても室温がなかなか上がらずに困ってしまいます、うん、もういい加減使っているエアコンなので仕方がないのかなと思っていましたが、ふと気づいてエアコンを開きフィルターを見てみました。びっしりとフィルターにつくホコリ、ホコリが分厚くてフィルターについていてフェルト状になっています。掃除機などを使わなくても手でスルッと剥がせる、ペロペロってね、とりあえず掃除して元に戻しエアコンを動かしたら、まあ快調、温度設定を上げなくても不愉快なぐらい室温が上がります。よかった、フィルターはやっぱりまめに掃除しないとダメですね、とだよね、すぐ詰まるからな。まあそうなんだね、あこんだけで変わるんだ。そうですね、しかもねちょっと埃を撒き散らしてるような感じになっちゃうから、うん、掃除してよかったですね、本当だね、そういうことなんだね、本当なんであんな面倒くさいんだろう、埃ってなんで、やってみたら意外と簡単なんだけどね、あそうなん、すぐ終わるんだけど、うん、もうなんかそれをやるまでが億劫というかね、ちょっと高いと腰が重いよ ね、それはもうやっぱり仕事あるよね、絶対にこの掃除の人とか、プロの掃除とかもね、うんうん、エアコン掃除ね、疲るよね、疲れますよね、本当にね、そうそうそう、いつも思う、これはやってもらうと楽だけどね、だけどね、はい、はい、さあ今日のテーマは会長の話、うん、メールアドレスはchaki@tbs.co.jp、 お電話は 03-3582-1111、 まだまだお待ちしています。メッセージを紹介した方にはステッカーをプレゼントします。一日車検が安い、コバックコバック車検のコバック、ただいま車検のコバックでは関東エリア限定キャッシュバックキャンペーンを実施中、専用ホームページからのご予約で10人に1人1万円が当たる、詳しくはコバック関東で検索、キャンペーンサイトへアクセス、傷へこみもコバックへ。大きなラーメン、おいしさいっぱい、大きなラーメン、笑顔もいっぱい、長野新潟エリアで美味しいエリア拡大中、おすすめ美味しい味噌ラーメン食べてみて。時刻は11時52分です。ここで大谷さんがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井博子さん、お願いします。はい、東名高速の下りは大和バス停で15キロ1時間、中央道の下り国立府中インター9キロ40分です。反対の上りは烏山トンネル、右側車線で故障車処理中で4キロ15分、関越道の下り川越、路肩で事故処理中で9キロ、東北道の下り羽生パーキングエリアで4キロ、どちらも15分です。横浜横須賀道路の下りの別所付近は左側車線で事故処理始まって4キロ35分です。首都高は湾岸線の西行き空港中央からアクアラインの下りアクアトンネルにかけて今7キロ半通過に30分、24時間工事で石川町ジャンクションは通行止め。警視庁から以上です。薄井博子さんでした、ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は12時20分頃お伝えします。川北真由子です。選べる成長薬どっち？お腹ぐるぐる不調なら大谷さん成長薬、便秘気味の方には大谷さん成長薬デルモア錠、選べる2つの大谷さん成長薬、第三類薬品です。時刻は11時53分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の池田紗友香さん、今日は何に注意したらいいでしょうか、うん、今日はですね天気の急変と暑さですね、うん、千葉南部も
一部雨が降り出してきました、はい、なので北部の雷雨と千葉南部のこの雨ですね、うん、で都心などは暑さまだ30度に行ってるところはないんですけれど、はい、もう一歩手前っていうところが多くなっています。で湿度が高いんですよ、はい、今日は最小湿度で 60% ぐらいっていうところがほとんどなので、うんうん、湿度高いと汗が乾きにくいと熱がこもって熱中症になりやすいそうなので、なるほどね、しっかり水分取ったり、うん、ちょっと汗かいたら必ず拭くようにしてください、はい、しばらく雨ないような予想なんですけれど、うん、でも実は急変みたいなパターンが多そうで、うん、で毎年最近6月末から7月頭、うんうん、ちょっと災害級の大雨になりやすい時期なんですね。でマークにはないものの関東甲信も降水量多いっていう予想になっているので、ざっと降るタイプの雨がありそうなので、うん、やっぱり雨の降り方にはしばらく注意をお願いします。気をつけた方がいいですね。はい、はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。気象予報士の池田沙耶香さんでした。緑内障は視野が少しずつ欠けていく目の病気、実は失明する原因の第1位です。大切なものを見続けるために定期的な目の検診で早期発見を。日本眼科医会 AC ジャパンはこの活動を支援しています。関東電気保安協会、24時間365日、人と電気の間に安全のプロがいます。私たち関東電気保安協会はあなたの電気を守ります。関東電気保安協会じゃん、この前、うん、その時にさ、あのおしどりがさ質問をしてきた、はいはいはい、来たの、はい、おしどりっているのよ、東電の問題に今すごい熱くなってる、うん、夫婦のね、はい、目を止まんで、東電の記者会見とか一番前でいろいろ質問するやつがいる、はい、でそのおしどりの真子さんが、うん、漫才協会の総会の時にこう質問してピリッとした空気になったね、うん、でもちゃんとそのこの会計こういう風に使ってますって終わったんで、その後にはやぶさ丸の仮想じゃない相方のやつがさ、うん、質問してきたの覚えてない？あ、そうなんだ。でこの数字どうなってんですかって急に言ってきたの。でお前の相方なんであれ質問したのって言ったら、いやなんかあいつわけわかんなくて、そのなんかおしどりまこさんみたいに褒められたいかったんです。褒められたい、なんかこの褒められてない、何にもわけがないとか、あいつただ適当に指摘してわお、やば、ちょっと発言したかったんですね、うん、きっとね、そう発言したかっただけなんです、うん、でみんなからお前すげえなって言われたかっただけなんです、うん、って言ったから、お前の相方俺と同じマインド持ってんなって。あなさんと同じなんです。うん、俺は未来の教授師匠だなって思った。東教授総会をいつも荒らすで同じで教授師匠だ、やべえやつ、だいぶ未来の会長大変ですね、大変だよ。わかんない、毎回荒れるからね。先日孫が遊びに来てくれました。でも一緒に遊んでいると腰の痛みが辛くて、あの時孫の前でちゃんと笑えたかな。このままじゃいけない、そんな時友達が再春館製薬所の通算湯を教えてくれました。通算湯は漢方に学んだ医薬品、5つの生薬が膝、肩、腰の痛みを徐々に和らげます。無料の試供薬のお申し込みは0120-305-305 305-305、通算湯は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよく読んでお使いください。川口技研、次の暮らし方を作ろう。川口技研が正午をお知らせします。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。 FM905 AM954 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送、12時になりました。ナイツの土屋です。花輪です。 TBS アナウンサーの出水です。やっぱりジョイすごかったね。ねえ、面白かったですね。面白かったね。明るいね、なんかジョイは本当に。そう、最初の空気ガラリと変わりましたもんね。そうだな。でも何もなくてもいいんですけど、その告知とか、はい、なんか最近ダメですよね。俺なんで
スタッフになんで今週ジョイなのとか聞いちゃったからね、その別にそんな、いいんだもんね。それが一番失礼ですよ。告知とかさ、そういうのなくていいんだよ。なんでジョイなのって本出したのとかさ、そうそう。あれですよ、告知なくても来ていただけるそうなんだよね。お話聞きたくて呼んでるわけですよ。そういうことですよね。ありがたいことでございます。ジョイさん盛り上げていただいてありがとうございます。またぜひ、はい、TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、この後もお楽しみに。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの近藤義則さん、お願いします。はい、お伝えします。まず、アメリカメジャーリーグ、エンゼルスの大谷ですが、ロッキーズ戦で25号ソロを打って、日米通算200本塁打をマークしました。大谷は今月17日には23号ホームランをマークして、日本勢では松井秀喜さん以来2人目となる、メジャー通算150号ホームランを記録しておりました。なお今シーズンのホームラン数25本はメジャー全体でトップとなっています。また大谷は2013年に入団したプロ野球の日本ハムでは5年間に48本のホームランを打っておりました。次に JR 東日本で今日午前0時半ごろから続いているシステム障害、モバイルスイカの残高チャージなどができなくなっています。一部復旧した部分もあって、駅の券売機などでクレジットカードが使えないトラブルは復旧しました。またモバイルスイカで駅の改札を利用することができるということで、列車の運行にも影響は出ておりません。一方、首都圏の鉄道バス会社で作るパスモ協議会によりますと、モバイルパスモでも払い戻しができなくなる不具合が生じているということです。次のニュースです。神戸市の草むらで6歳の男の子が遺体で見つかった事件で、男の子の背中には多くの多数の打撲の跡があったことが分かりました。今年4月にもあざが確認されていて、警察は繰り返し虐待されていた可能性があるとみて調べています。この事件はおととい、神戸市西区の草むらで穂坂修ちゃん6歳の遺体が見つかる一方で、なおちゃんの57歳の祖母に対する監禁や傷害の疑いで、なおちゃんの母親、沙喜容疑者34歳ら男女4人の兄弟が逮捕されたというもので、兄弟4人は今朝、傷害と監禁の疑いで送検されました。なおちゃんの遺体はスーツケースに入れられて見つかりましたが、司法解剖の結果、なおちゃんの背中には多数の打撲の跡が広がっていて、死因は打撲による外傷性ショックと見られることが分かりました。なおちゃんは今年4月にも保育園でお尻や肩にあざが確認されて、保育園が神戸市に通報していました。警察はなおちゃんが家庭内で繰り返し虐待されていた可能性があるとみて、死亡したいきさつを調べております。それからアメリカで過剰摂取による死者が相次いでいる合成麻薬フェンタニルをめぐって、原料の化学物質をアメリカに密輸したなどとして、中国に拠点を置く化学企業など4社と関係者8人が訴追されました。アメリカ司法省によりますと、このうち2人が逮捕され、2500万人の致死量にあたる原料200キログラム以上が押収されたということです。アメリカではフェンタニルの過剰摂取で年間11万人が死亡するなど、深刻な社会問題となっています。一方、アメリカのバイデン政権は、半導体関連技術に関する中国への輸出規制対象品目を拡大する方針であることが分かりました。日本政府が来月に施行する先端半導体分野の輸出規制には、転写技術など広い範囲が対象として含まれていて、これとアメリカの規制の範囲を合致させて、軍事転用できる半導体を中国が製造することを防ぐ狙いがあります。中国側の反発は確実で、戦略物資の扱いをめぐって関係改善を模索するアメリカと中国の新たな火種となりそうです。埼玉県朝霞市の中学校のプールで白骨化した遺体が見つかりました。昨日、朝霞市立第二中学校で教師が屋外プールの排水栓を閉めるためにプールの下の空間に入ったところ、年齢や性別のわからない白骨化した遺体を見つけたということです。遺体は仰向けになっていて、着ていたとみられるジャンパーやスラックスがそばにありました。目立った損傷はなく、現場に争ったような形跡もなかったということです。学校側の説明では、遺体が見つかる前、最後にいつ誰が立ち入ったかわからず、入り口の扉に鍵をかけていなかったということです。
警察は遺体の身元を調べるとともに事件と事故の両面から調べています。そして横浜市の大黒ふ頭で小型船が転覆し、現在横浜海上保安部が状況を確認しているところです。大黒ふ頭の岸壁の脇で転覆した小型船は赤い船底を見せています。船の中に人がいるかどうかは分かっていません。また燃料が海の上に広がっているような様子も見られ、横浜海上保安部が怪我人の有無や燃料漏れなどの状況の確認を進めています。横浜市の大黒ふ頭で小型船が転覆し、現在横浜海上保安部が怪我人がいるかどうかなど詳しい状況を調べております。ニュース以上です。ありがとうございました。ニュースデスクの近藤義則さんでした。暑いなぁ。アイス食べたい。いや、でもカロリーがなぁ。スーさん、今低カロリーのアイスがいっぱいありますね。26日月曜日の生活は踊るは、アイスマン福留さんが登場。注目の低カロリーアイスについて伺います。26日月曜日午前11時から。河内薬品からのお知らせです。毎月最終金曜日からの3日間は、河内ポイント10倍、あれもこれもお得なポイント10倍に。月末最終金曜日からの3日間はお近くの河内にご来店ください。塚越健二です。文化系トークラジオライフ、今月のタイトルは生成 AI に負けないぞ、人間に残された言葉とは。それっぽい言葉なら生成 AI でも作れてしまう時代。あなたが最近グッときた言葉、秀逸だなと思った言葉を教えてください。25日日曜日深夜25時から。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今日は音質のいいワイド FM 放送が楽しめて、いざという時にも頼りになるワイド FM 対応高性能高音質ポータブルラジオをご紹介しています。こちら本体は高さおよそ 6.2 センチ、幅12センチ、奥行き 3.4 センチの手のひらサイズです。重さは 160g ほどと軽量でコンパクトながら、スピーカーを2つも搭載したステレオ対応となっています。いいですね、使いやすい。本当にいいコンパクトにね、小さかったですね。はい、で本体は充電式となっていまして、 LED ライトも内蔵しています。懐中電灯の代わりになりますので、停電やいざという時にも役立ちます。結構明るかったですね、ライト。お値段は税込み5980円、5980円です。カラーはシルバーで、本体の裏側には TBS ラジオのロゴが入っています。この商品は TBS ショッピングでしか買えないんです。別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954、 0120-234-954 番です。お届け、返品、送料などについてもお問い合わせください。 TBS ラジオショッピングでした。ここで一曲お聴きください。福山雅治でハロー。そんなはずはないさ、それはわかってる。25時の電話のベル、土曜日の仕事。こんなはずじゃないさ、それもわかってる。ため息で塗り替えられた週末の予定。ガラスの夜空、君を叶わぬ夢数えて眠れない夜、恋が走り出したら君が止まらない。まだ誰も知らないときめき抱きしめて君と笑顔つかまえるのさ。しょうがないさ、いつも感じてる。多分それは友達じゃない、特別な視線だから仕方ないよ。そして信じてる、
二人熱く見つめ合える恋人の予感。星のパレード君を願う時募る思い溢れて12時13分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。今日のメッセージテーマは会長の話です。はい、たくさんいただいております、はい。阿佐ヶ谷南のもちこさん、はい、花さん会長就任おめでとうございます。ところで私が会長と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、うん、さらば青春の光の個人事務所であるザ・森東の会長が猫であることです。一般的な組織ならおそらく森田さんがトップを務められると思うのですが、森田さんは社長、東袋さんは副社長で、その上に会長として猫が君臨している。それが、森田さん東袋さんのセンスが垣間見えて大好きです。ちなみに YouTube を見ていると会長がカメラの前を横切ることもあり、かわいい動画そっちのけになることもあります。あ、そういうことなんだ。事務所で猫を飼ってんだよね。あ、それが会長になってるんだ。気ままな会長ですね。そういうこともできるんだ。ね、でもハンコとかそれどうしてんの、住民票とか。いや本当にやんないから、ね、会長だけど出したよ俺練馬区役所。その会長はね、うん、そっちの会長がやんなくていい、ね、違うじゃん。頼んますよ兄貴、ジョイ風にね。頼んますよ兄貴、頼んますよ兄貴。分かってるし、うん、兄貴ですか、ねね、やっぱりちょっとユッティさんと喋ってる感じだったもんね。本当ですか、ユッティさんのノリとあんな感じ。波長合いそうだよ、ね、波長合う、うん、間違いない。でラジオネームチロリアンペロチョさん、はい、高卒後初めて勤めた会社の上司はそりゃ、上司はそりゃたまらんち会長だねが口癖でした。 IOC 元会長のサマランチ会長をもじったダジャレですが、当時18歳の自分が知る由もなく、初めて聞いた時にはなんすかそれと相手上司をしょんぼりさせてしまい、そうだな、しょんぼりルドルフとか言うんでしょ、しょんぼりルドルフね、言うんでしょ。あ、同じじゃん、もう。そうでしょ、そうだよね、同じだわそれ。シンボリルドルフって何ですか。俺もあんまりよく分かった。競馬のなんか。シンボリルドルフっていう、うん、あの無敗の三冠馬がね、いたん、最初の無敗の三冠馬がいたんですよ。それを馬になぞらえて、うん、ションボリルドルフ、ね、たまらん、たまらんち会長、たまらんち会長とかね、何なんだろうねこういうのね。うん、金京とかが、金京だっけな、ね、ね、新宿カーボーイ、新宿カーボーイのね、あネタだよね、そういうダジャレ。すぐ出てこないんだけどね。そう。
何なんだろうね。やっぱダジャレの引き出しってないんだね。ないんだね。出てこないけど。そうそうそう。出る方どんどん出てきますもんね。ダジャレ得意な人は。人はめちゃくちゃ出てくると思う。ね、そうでもこの後ダジャレの人出てくるじゃんね。ダジャレだと思った。謎かけあれダジャレだと思った。ただダジャレの。根本的に分かってなかった、ね。謎かけのこと。あれダジャレじゃない。ダジャレじゃないんだ。さあ、きっぺパパさん。はい。僕は父が社長の会社で働いています。父が引退すると会長になると思うのですが、ね、今でも偉そうにするのが偉そうなのに、さらに偉そうになるのかと思うと憂鬱になります。愚痴ですね。愚痴が。でもその時あなたが社長になってるんじゃないの。そうなんだよな。分かんないけどね、世襲制だったら。そうだね。うん、だから俺自分の親が会長ってすげえよな。うちのその親父なんか一応印刷会社を経営してたから、うんうん、社長ですもんね。社長で、うん、おじいちゃんが会長みたいな時代もあったのかな、確か。でもし俺が継いでたら、うん、そういう風になってた。そうですね。そうだね、会長になられて、ね、今のそうだね、75とかだからもう会長になったかもしれない、ね、うん、なね、うん、なんかそういうのってどういう感覚なんだろうね。全く分かんないんですよ、ね、父親が社長でとか、うん、もう本当にいっぱいあるし、全然、ね、確かに確かに、お店とかも親子でやったりとかするけれども、なんか不思議な感じになるな。でも息子に消したかん、ね、そう継がせたら会長って言われるのかな。もうでも会長だからその上、ね、その上ないか、名誉会長とか相談役とか給仕師匠みたいな名誉会長。世襲制でやるもんじゃねえだな。相談してくる人がいないから、ね、相談役っつってもね、顧問とかさ。そうだね、それが分かんない。その相談役って何なのとか思う、いつも。そうだ ね、あのもうよく分かんない役職ってもう昔からいっぱいあるじゃん、うん、だから落研もさ、俺がやってたのが書記長っつって。いや、あれ書記長はないから、あんなの部長副部長っつってて、うん、もう勝手になんかその書記長って、うん、多分エレキコミックの今田さんがやり始めたやつで、今田さんが作ったポジションだから、ね、そうで書記長とかっつって、うん、でそれがなんか代々必ず書記長で、俺の代は俺が職長に任命されてさ、職長って言われてたけど、はい、何も やることないし。でも国によっては一番トップなんだよね、職長。ね、確かにね、総書記だったりするからね。総書記だったりするから、ね、そうだね、うん、よくわかんない、よくわかんないよ、よね、うん、その役職の名前と重みのバランスってなんか、うん、そう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 、組織によって違うから。だからこの前その総会で話してさ、うん、それこそ本当に、うん、春日三九師匠の話が上がったばっかりだったの、うん、そのもう名誉会長、名誉会員っていう人を作った方がいいんじゃないかっていう時代があった、うん、コンビの片方が亡くなったりして、もうネタはできないけど、まあ、会員としていると、てでも東洋館出てないから、うん、会費は払わなくていいんじゃないかみたいなねっていう意見が、まあ、あって、そうそうそう、名誉会員の定義をじゃあどうしようかみたいな、うんうん、でどのぐらいまでこのなんか失礼な話だけど一世風靡してたら名誉会員なのかとかさ、そういう議論も線引きもね難しいししてたんだよね。だからもうそれを緩くするとほぼ全員名誉会員になる、うん、そうね、名誉会員ってこんなに多くていいのみたいなさ、うん、そうだよね、にもなっちゃう。今明日純子師匠だけが名誉会員、名誉会員だから、ね、そうそう、うん、っていうところでね、うんうん、どう思います、宇多治師匠って名誉会員に なったこと。いや私に聞かれました。こういうのって分かんないじゃん。自分舞台に出た回数とかね、回数にしちゃうともう分かりやすい。舞台の回数だったら回数か、みんな全然売れてないやつ、みんな売れてないやつって なっちゃうから、どうしたらいいのこれ。拍手をデシベルで測る。受けてる受けてる。ひどいか。ポイントにしてね、受けてるポイントをこう加算して、そんなことやる。デシベルで測って音量を、名誉会員。ひどいですねそれで。すごいね、複雑もあるってことでしょ。めちゃくちゃ舞台立ってるのにデシベルが達しない、ね、達しない師匠とかいるとか。嫌ですねそれもね。いや本当大変ですよ、役職を作るのっていうのはよく分かりませんもん ね、はい、うん、さあ今日のテーマは会長の話でした。たくさんメッセージいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。それではここで1曲お聴きください、うん、TBS ラジオ今週の推薦曲です。ライムスターでマイランウェイフューチャリングレイ。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。ナイツの土屋です。ナイツの花輪です。ここでビッグカメラからのお知らせです。6月24日土曜日、6
6月25日日曜日、6月26日月曜日、3日間限定でビッグカメラ小島メガセールを開催します。そんなこと勝手に言っちゃっていいんですか。いや俺は勝手に言ってるわけじゃないんだよ。ビッグカメラからのお知らせつってんでしょ。今回緊急独占販売決定したのがあの人気商品ダイソン羽のない扇風機の上位モデル、ダイソンピュアホット&クール。羽がないスタイリッシュでおしゃれなデザインです。うちのね、風のない扇風機と交換してもらいたいですね。初めて聞きましたけど、何ですか風のない扇風機に。電源ボタン押してもつかないんですよ、ね、壊れてんじゃねえか。ただいや、ダイソン独自の技術でパワフルで快適な風をお届けするんです、しかも今回のダイソンは空気清浄機能を搭載したモデル、空気清浄機、扇風機、ファンヒーターの一台三役なんです。一台三役。花さんが三役で言わなくていいんですよ。花粉やハウスダスト、 PM0.1 レベルの微細な粒子も 99.95% 捉えてきれいに、有害なガスや匂いも除去するのでお部屋の空気をきれいにしてくれます。これはいいですよ。年取ると穴という穴から有害なガスが出ますからね、そんなことないだろうな。どういう状態なんだよ。さらに液晶モニターも搭載されていてお部屋の空気の状態まで教えてくれるんです。夏は扇風機として、冬はファンヒーターとして、さらに空気清浄機としても一年中使えます。しかも夜はタオルをかけておくこともできますしね。物干しに使うな。空気清浄機、扇風機、ファンヒーターの一台三役、ダイソン羽のない扇風機の上位モデルが通常 79,800円のところ、なんと3万円引き、税込み 49,800円、送料無料です。しかも今なら羽もお付けします。付けないんだよ。羽がないのが売りの商品ですから。ただし6月24日土曜日、6月25日日曜日、6月26日月曜日の3日間限定、なくなり次第終了です。まあ、そこはね、なんとかなくなってもなんとかお願いしますよ。なくなったら無理なんだよ。で、今この商品が買えるのはビッグカメラグループだけです。お申し込みはフリーダイヤル 0120-615-777、全国のビッグカメラ小島のお店またはネットショップでも購入できます。ぜひご利用ください。中里さん演じる女優黒沢結衣が、はぁ、何様だよ。切れる。だんまりか。切れる。チューはしたけどキスはしてませんか。切れまくる。工藤官九郎、大石静が共同脚本、離婚しようよ、ネットフリックスにて独占配信中。時刻は12時25分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井ひろ子さん、お願いします。はい、東名高速の下りは大和バス停で14キロ1時間ぐらい、中央道の上り烏山トンネル付近の故障車移動しました。三鷹で1キロ半、下りは府中バス停や石川パーキングエリアで 2,3 キロの渋滞です。八王子ジャンクションで交わる圏央道、外回りは今8キロ30分、内回りは海老名で7キロ15分です。関越道の下り川越付近は事故処理終わって渋滞も解消しています。横浜横須賀道路の下りの別所付近、左側車線で事故処理中、5キロ25分です。京葉道路の下りは船橋で3キロ15分、穴川では乗用車3台の事故、路肩で処理始まって見て通る車で2キロ10分ぐらい。警視庁から以上です。警視庁の薄井ひろ子さんでした。今週もありがとうございました。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は1時30分ごろお伝えします。ハロー地域猫。キティちゃんが出会ったのは一匹の地域猫。飼い主がいない猫を増やさないため、繁殖制限や餌やりなど管理と見守りを行う活動を地域猫活動と呼んでいます。日本動物愛護協会 AC ジャパンはこの活動を支援しています。そうですね、まあ僕の経験というか肌感覚で言うと、めちゃくちゃいいです。僕の肌感覚だとこれがあればずっと快適ですね。いや、あくまでも僕の肌感覚ですけど、さらっとしててひんやりしてて、もう最高ですね。エアリズムを着た感想を、肌感覚で話しています。肌の感覚、快適、エアリズム、ライフとウェア、ユニクロ。初心者歓迎真っ昼間大喜利。この時間は、我孫子市ほか各社の提供でお送りします。
時刻は12時27分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。ここからは毎週番組からお題を出して、それに対する回答をリスナーの皆さんから募集する大喜利企画でございます。そして本日のゲストは謎かけ名人ねずっちさんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ねずっちさん昨日一緒だったんですけど、はいはいはい、大谷翔平をね、うん、世界に誇る投打っていうのあるんですよ、うん、スカイツリーとかけて、それをね俺たちがやる予定を先にやっちゃって、先に違う、俺のネタなんだよね俺のネタなの。何なの。いや当たり前のようにこの間もさ、いつもそうでしょ、吉本さんに呼ばれたライブでも当たり前のようにやってたから、はいはい、あれ俺のネタだから、ね、そうですよ。でねずっちのですっていうネタでしょ。そうねずっちのですやりたいんだ。それがもう分かんなくなっちゃう先にやられたっていう感覚になっちゃう。だから急遽エッフェル塔でオチ一緒じゃねえかよねずっちやった後にエッフェル塔で変えてもやったの一緒だよ。やりました世界に誇る塔だあれはあんま受けなかった。日本のスカイツリーだから意味あるんだろ、世界に誇るっていうのは、うん、大谷翔平とあエッフェル塔は世界のものだから。そう、同じ音2回聞かされてるしね、お客さんの方も。エッフェルって音したんですけど、塔、うん、塔っていうのなくして、そういうことじゃないですか。そういうことじゃないね。塔って言っちゃってるのもダメだしね。そう。反省会が始まりましたね。なかなかそうなんですね、一緒にいても。でも昨日もう30分やってましたからねずさんも。すごい。いやナイツも30分。そう。通常よりも長いよ。大体長くても20分ぐらいなのにね。そうですね。四街道の営業ね、うん、長かったですね。じゃあ、ニスもちょっと小話、うん、プラス僕その漫談をもう25分ぐらいやって、謎かけ最後やって、ナイツ、ネズッチ、ドブロック、U 字工事4組で2時間やろうとして、うん、で高齢者多い中ドブロックがまあ本当下ネタ全開でストロングスタイルやね、うん、すごかった。受けてましたよ、さあ今回もですね、ネズッチさんにはリスナーの皆さんと同じ言葉で謎かけを作っていただいて、ネズッチさんよりもうまかったリスナーの方にはクリアファイル、ネズッチさんに負けてしまった方にはステッカーを差し上げます、はい、では早速花輪さん今週のお題をお願いします。お願いします。ドから始まる言葉で謎かけを作ってください。はい、たくさんいただいておりますので早速始めていきましょう、対決を。あ、むずいよな。ホニタ君、ドから始まる言葉で謎かけ。ドタキャンとかけて、うん、知的な人と解きます、うん、その心は教養があります。教養がありますね。教養が超養があります。なるほど、ね、でドタキャンしちゃった、整え返し、はい、ドタキャンとかけて、あれ風邪かなと解きます。その心は急に来ん。急に来なくなったから急に来ん。俺はいいリアクションしてくれるな、土は。キャンドルジュン、ウィナーネズキャンドルジュン、キャンドルジュン、キャンドルジュン、片言じゃないから。そうですよ、イメージだけでやらないでよ。会見してたから。ありがとうございます。ナス屋の与一さんです。ドから始まる言葉で謎かけ。ドラッグストアとかけて額縁と解きます。その心は症状に合うものを選びます。うまいね、これは。ドラッグストア、ああそうね、症状に合うものを選びます。これはすげえいいの来ちゃった ね、整え返し、はい、ドラッグストアとかけてこのね謎かけ返すのは結構いろいろ大変だと解きます。その頃はそこに制約があるよね。制約、うまい、制約があるからなるほど、うわドロー、ドローです。ドロー、いい戦い、すごい。机龍之介さんです。ドから始まる言葉で謎かけ。ドクターとかけて、うん、日本銀行と解きます。その心は診察するでしょう。うまいね、診察する。ドクターと来ました、ドから始まるでね。じゃあ整え返し、はい、ドクターとかけまして、うん、ダイヤモンドと解きます。その心は、そこに石があるんです。石がじゃ、まあ、うまいね、うまい、まあ、うまいけど机龍之介、あ、診察する。これはリスナーが診察する一本取りました。サンチョさんです。ドから始まる言葉で謎かけ。ドアとかけて千鳥と解く。その心は、どちらも回すのはノブです。おお、ドアノブ、うわ、うまうまい、なるほど、うまいね。そうだね、司会進行やるから、うん、ドアね、ね、そうだよね。かけてか、整え返し、はい、ドアとかけまして、このサンチョさんの謎かけと解きます。の心は、とってもいい、とってもいい、あ、
いね、ドアノブを取っ手に言い換えて。いいですね。無理なんね、ありがとうございます。これはマジいいリアクションだね、今日一段と。来ます、刺さります、全部。作家の高橋洋二さんが、はい、ツッチーのこのリアクション大好きなんだ。謎だけやってる時の。爆笑問題さん、ね。そう、品川龍太郎さんです。どから始まる言葉で謎かけ。ドミニカとかけ。授業参観日のお母さんの化粧と解く。その心は今日は濃くでしょう。今日は濃く。なるほど。もうドミニカっつったら まずこれだけになって。ドミニカだよ。あとそれ以外の知識がないものね。ないね。そうだね。でもそう、参観日のお母さんっていうのがうまいよね。そう、ね。今日は濃くなるっていうのがね。確かにね。俺おならで解くもんね。今日おなら。今日は濃く。なるほどね。ねずこだから。ドミニカ。ねずこ。品川龍太郎ねずこだから。じゃあね、トトライ返し、はい。ドミニカとかけて。ごま料理作ったことないねと解きます。その心は行ったことない行ったことない。あなるほど。ごまはいるからね。うまいな。またやっぱり品川龍太郎。あそうだよね。おめでとうございます。ここからあの3ブロック品川龍太郎出た。品川龍太郎ブロック最大のライバル。強いな。ドリームジャンボ宝くじとかけて煙が充満して立ち入り禁止になっているビルと解く。その心は億万円当選。億万円当選。なるほど。うまい。いやー、まいったね。どこから始まるのね。なるほどね。整え返し、うん、ドリームジャンボ宝くじとかけまして、うん、剣道の試合と解く。その心。最後は月で決まるね。あー、うまい。なるほど。はよく出てくんな、あんた。早いですよね、返すの。勝者ねずっち。ありがとうございます。じゃあもう一枚、品川龍太郎さんです、はい、うん、土手とかけて風邪薬と解く。その心は下流で塞ぎ止め、咳止めます。下流で咳止めます。なるほど、うまいね、そうだね、下流で咳止め整え返し、土手とかけて、いやちょっと今はお金貸すわけいかないよと解きます。その心は河川敷。河川敷。うわうわうわすごい、鳥肌立ったこれは河川敷。高橋洋二さん喜んでんだろうな、これ炸裂してますね。勝者ねずし、ありがとうございます。すごい、温野菜サラダさんです。どから始まる言葉で謎かけ。ドラゴンズとかけて、仲のいい家族と解きます。その心はホームは名古屋か。あー、ホームは名古屋か。名古屋か。ホームは名古屋か。これもうまいな。うまいな。ドラゴンズ。じゃあね、はい、整え返し、うん、ドラゴンズとかけて、昔はね洗濯大変だったのよと解きます。その頃はもう洗い場が厄介。洗い場。荒木といばた。そう、すごい、うまいですね。はそう、これは根づちでしょう。野球ずっ敵からするとね。つくえ龍之介さんです。どから始まる言葉で謎かけ。ドックランとかけまして滑らない話と解きます。その心は話しがいがあるでしょう。ああなるほど、そうなんです、うまいね、話しがいがある。ドックランね。あ、整え返し、はい、ドックランとかけてなんとかあの子を今日なんとか落としたいと思います、うんうん、その頃ワンちゃん頑張る。ワンちゃん頑張る。かわいい。いいですね。勝者ネズチ、ありがとうございます。強いな。俺のフラッシュモブさんです。ドから始まる言葉で謎かけ。ドライヤーとかけてリリーフ投手取っときます。その心は先発の後です。ああうまいね。そうだね、髪洗った後、ね、そりゃそうだよね。整え返し、はい、ドライヤーとかけまして、うん、コピー機と解きます。その心は髪をセットする。おー、なるほど。おー、いやシンプルだけどうまいわ。おー、ねずっちだね。あ、ありがとうございます。じゃあウクレレ仙人さんです。どから始まる言葉で謎かけ。ドスコイとかけて、うん、プロポーズ取っときます、うん、その心は一緒に相撲を。あ、相撲。あ、なるほどね、うん、あ、ね、ドスコイできた。ドスコイね、ドスコイか、ドスコイ、ドスコイ、一緒に相撲、それ以外あるかな、うん、整え返し、うん、ドスコイとかけまして、うん、映画館とか劇場と解きます。その心関取だね、まずは関取。ああ、確かにね、これはねずちだ。ねずちだよ今日は。いや今日やっぱうまいよ。圧勝です。圧勝だよ、はい、今日はドローが1票1回、うんうん、リスナーさんが2勝、ねずちさんが8勝、うん、8勝。
ね、どんな回答例があるでしょうか。夜中に校庭を走る校長先生怖いな。普通に怖いね。昨日泣きながら転校の挨拶をしたのに何事もなかったように今日も学校に来ている隣の席の太郎くん。七不思議。怖いな。これ怖いですか。怖いな。これは怖いな。はい、このようにですね、長くなりすぎないような一文でお願いいたします。なるほど、はいはい、改めまして来週のお題は学校の七不思議に入れなかったお話教えてです、うん、大喜利の回答の宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送まで。メールの方はチャキアットマーク TBS.CO.JP CHAKI@TBS.CO.JP までお寄せください。たくさんの回答お待ちしてます。根津さんにはエンディングまでお付き合いいただきます。はい、私譲れない思いが。ああ気づいてたさ。ママパパすまない、もう都心にはな。え、いざ広い公園水辺の町アビコに住むのね。家が広くなるぞ、通勤は東京まで一本だ、子育てもしやすいって。どこまで優しいんだ。住み替えはアビコ。初心者歓迎真っ昼間おぎり、この時間は我孫子市ほか各地しました。はい、佐古道代です。トリセン週末ショッピング情報です。しっかり食べて暑さに負けないスタミナごちそうメニューセール、好評開催中。日曜は恒例お肉のびっくり市開催。安全です、新鮮です、トリセン。銀だこ大使のラランド西田です。さやです。今度の銀だこの新商品、コクとうまみのごまじそおろし。さっぱりしててうまいやつね。白ネギ、フレッシュな大葉、いりごまと一緒に青じそポン酢と大根おろしの漬けだれを絡めて食べるやつ。別添えの純正ごま油も最高。築地銀だこ食べたい。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのちゃきちゃき大放送、閉店のお時間です。はい、はい、この後12時45分からは中野浩一のフリートーク、そして1時からは井上貴博土曜日のアーです。はい、なぜか隣のスタジオにいる井上さんと田中さんを呼んでみましょう。井上さん、田中さん、いつもいるんです。田中さん、お帰りなさいませ。あ、すいません、先週ね。いえいえ、今度はそんなもん、うん、なぜかいるのはあなたの方です。本当だ。いるなかった。戻ってきました。ねえ、はい、まずよろしくお願いします。水田さんがいますんで。あ、そうそう、就任。ありがとうございます。うん、まあでも理事もいますんで、今日は2人は理事。あ、そう、根津さんも理事なんですよ。なんかお揃いの色みたいに見えますもん。漫才協会のユニフォームじゃないですよ。漫才協会そういう色を着るんだ。何色か言えない色。何色なんですか。はい、さて今日はですね、はい、今日のゲストはロックバンド岡本ズのベーシスト浜岡本さんをお越しいただきます。はい、MC なども広く活躍されてますけど、やはりミュージシャンということ で、ね、メッセージテーマは楽器にまつわるあれこれということでメッセージ募集いたします。そうですよね、やっぱり野球みたいなもんですよね、浜岡本さんって。どういうことですか。あ、ベースが漬物だったっていうことです。さっきの謎が出てこないから、ね、ねじつつ巨乳タレントみたいなもんですよね。どういうことですか。父の存在もでかい。あ、うまい。ね、これね。お願いします。頭抱えてる。いや、無理ですよ。やめてくださいよ。待って、閉めてください。そういうコーナーじゃないか、この後は。向こうの番組は。はい、浜岡本さん、そういう人じゃないからですね。謎かけやんないのってやめてください。できたことないですからね。じゃあこの後も、はい、この後よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。引き続き TBS ラジオでお楽しみください。多いですね、本当に。さあ、来週のお知らせです。はい、9時台の常連さんは榎戸一郎さん、はい、そして11位からのゲストはネットフリックスオリジナルドラマサンクチュアリに出演した話題沸騰中の俳優一ノ瀬渡さん。いや、もうこれ主役の相当面白かった。役見てない。あ、見ました。もう全部見ましたよ、もちろん。これをもう見てないです。ネズさんも相撲詳しいですけどね。そういうのにお題弱いもんね。ネットフリックス系のお題とか弱いもんね。あんまり、そうね、あんまり見てないよ、ね。ネットフリックスとかけてていけないでしょ。え？ネットフリックスで多分整えます。何がですか。ネットフリックスかけて。それはそうですよ。ネットフリックスとかけて、はい、すごくいい企業と解きます。その頃は。有料だよね。全然は。中身のなんか自信なさそうだった。中の番組の名前とか一切わからない。危ねえ。さっきそんなお題なくてよかった。ギリギリね。無料の可能性もあるからちょっと思ってたでしょ。いや、この人すごい人ですから。
そう、一ノ瀬渡辺さん。金沢さんはない。あ、そうですよ、ね、金沢さん脚本で。そうなんだよね。金沢さんご存知なんです。だって芸人だったよね。はい、あ、そうか、本当に僕は知らないですけど。あ、そうなんだ。そう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 、うん、ね、来週一ノ瀬渡さん、ね、ゲストですから、ね、話せる裏話とかね、たっぷりお聞きしたいです、ね、楽しみだな、はい、あ、もうでも30秒だ。そうだ、姉さん、なんかお知らせあった、うん、あ、YouTube 見てください。あ、そうね、YouTube ね、お願いします。いただいて、今すぐいたしますよ。あ、はい、そうということで、うん、今週は根津さんと最後までお届けしました、うん、土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。お相手はナイツの土屋信之と、ナイツの花信之と、 TBS アナウンサーの出水舞と根津でした。また来週。千代田セレモニーは東京、神奈川、埼玉、山梨の家族葬を真心込めてお手伝い。厚生労働省認定の自社専門スタッフが分かりやすいご予算でサポートします。信頼と実績の家族葬は千代田セレモニーです。本田さん、競馬競輪オートレースを楽しめるのはオッズパークだけと聞いたのですが、本当なんでしょうか。俺の言うことが正しいかわからん。まず自分で調べることが大事。競馬、競輪、オートレースが楽しめるのはオッズパークだけ。靴下生産日本一の奈良県にあるエコノレッグ。老舗の技術が生きる機能性の高い靴下で、暮らしをもっと楽しく、もっと楽に。靴下で暮らしが変わる。